ロバート・カンタベリー・ビューフォードは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール指導者及び、経営者。北米男子、プロバスケットボール NBA サンアントニオ・スパーズの運営会社の CEO を務める。1988年に、スパーズに雇用される前まで、オクラホマ州立大学、テキサス A&M 大学、フレンズ大学でバスケットボールをプレイした。ビューフォードは1988年、 ラリー・ブラウンヘッドコート参加のサンアントニオス・パーズにアシスタントコーチとして、グレッグ・ポポビッチと共に雇用された。4シーズンをアシスタントコーチとして務め、1989、90シーズン、1990、91シーズンとミッドウェストディビジョン優勝に貢献した。1992年ブラウンの第一アシスタントコーチとして、 ロサンゼルスクリッパーズに移籍し1シーズンを務めた。1993-94シーズンはフロリダ大学のスタッフを務め、1994年 GM となっていたグレッグ・ポポビッチに招かれヘッドスカウトとしてスパーズに戻った。その後1999年にアシスタント GM 及び球団副社長に昇進し、その年優勝を経験した。 2002年サンアントニオスパーズの GM に就任し、GM としては2003年、2005年、2007年、2014年と4度の優勝を勝ち取っている。2014年、2016年と NBA 最優秀役員賞を受賞した。ビューフォードの最も成功した実績は、マヌジノビリ、トニー・パーカー、カワイ・レナードの獲得であると言われている。 2019年7月23日、CEO 就任が発表された。ビューフォードが2002年に GM をポポビッチから引き継いで以来、スパーズは多くの指導者、経営者を生み出している。ありがとうございます。